こんにちは、マーティンであるミラクーバーキンとです。オリックス、阪神時代、阪急ブレーブスでも活躍した、えー、石見和弘さんのそのさいます。確かにキャッチャーでは全然ダメ、ワンバウンドを取れないキャッチャー、全然ダメで外野手に転向、まるで和田和弘さん、レフト、そして指名打者として引用し、毎年130試合以上勝用し、1990年に打点を獲得しました。本当にすごいバッター、当たれば飛ぶバッター、ホームランバッターとして活躍。しかしまあ、大変ですね。ベストナインにはなんと指名打者1度、外野2度獲得したそうです。 確かに最強バッターです。その後実、阪神に移籍したが、阪神は暗黒時代。やはり全然ダメでしたね、阪神でも。やはり。がっかりしております。はい。というわけで以上です。バイバイ。